今日はこの切符をね使っていこうかなと思います。なんか特別記念切符で茨城鉄道乗り放題、そしてこの美術館に入ることができる特別切符です。はい、というわけで館内はね撮影禁止なので、まあ、一部撮影 OK なところもあるんですけど、パンフレットはまあこんな感じでこういうものが置いてます。でフローワンマップが、1階から2階3階まであります。で、まあ、この美術館の横にちょっとした公園があるんですけど、よいしょ、ちょっとしたミニ後楽園みたいな感じですね。ただ言うと美術館に行く際はまあ鉄道をご利用ください的なね、感じの、まあ、チケットなんですけど、まあ、乗り放題込みでということで非常にお得かなと思います。